少々お待ちください。でこう可愛いなと思って何もしなくても可愛い。可愛いな。この家系は。この家系ほんまち可愛いな。可愛い。愛嬌が。眉毛がいいポイントね。ああ、そうそうそう、特徴ある。そう。食べる先。食べようか。それでも似てるっちゃ似てんねんけど、違った違うな。ちょっと違いますね。ただな、一瞬パッと見たらな、やっぱりコウメちゃんと若葉ちゃんはな。そっくり。わかりにくい。よく見たらわかんねんけど、一瞬とかやったらもうどっちやったやろうと思ってもらうときある。ちっちゃい頃とかそっくりです。ああやろな、思うわ。この間なんかこう見並べて見比べてみたらやっぱり違うなとは。あ、ここが目のとこが違うやろ。ちょっと違います。うん、似てるんですけど。あい、うん、ちゃんもやっぱこの辺が特徴があるような気がする。そうなんです。まだよ、まだよ。持つ持つ、まだ持つ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 、できひんかできひんか、まだよ、よし食べとらんか、はい、お父さんが違うんで。あ、それでか。そうなんです。ママは同じなんですけど。美味しいね。孔明若葉は本当にもうパパもママも同じ兄弟みたいな感じ。こんにちは。お買い物はもうされました？あ、あ、そうなんです。プール終わったらぜひ来てください。ちょっとちょっとお昼タイム。小猿です。今2歳です。才能さです。美味しいね、美味しいね、大美味しい。綺麗綺麗。美味しいね。ありがとうございました。また来てください。おいしい、おいしい、いいね、おいしいね。無心で食べ続けてる。おいしい、おいしい、おいしいね。うんか。周りは気になるのかな。周りはめっちゃ気にしますね今日。おいしい、おいしいね。車がまだ苦手なんで。ああ、でも相対的にな、なんか車とかバイクとか苦手やな。みんな苦手です、うん、ね。移動してるときにカラスに遭遇して、みたいな車の中でずっと言ってます。カラスやだー。美味しい、美味しかったね。下手どうすんの？下手どうすんの？食べる？そうそうそう。下手やで、それ。下手下手。うん、そう。そうそうそう。めっちゃ綺麗に。めっちゃ綺麗。美味しかったね。